こんにちは、原田大輔です。オンラインフローパーク、中村健吾選手、原川力選手スペシャルトークショーへようこそ。このイベントはオンラインフローパーク、フロンターレ流の新しい生活様式を目指してスタートしました。オンライン上でもサポーターの皆さんにエンターテインメントを提供していきます。本日は中村選手、原川選手を、スペシャルゲストとしてお迎えしてトークショーを行います。よろしくお願いします。では早速、ゲストの方を紹介したいと思います。川崎フロンターレ中村健吾選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。中村です。続いてこの方、サガン鳥栖の原川力選手です。原川選手、よろしくお願いします。お願いします。どうですか、2人とも久々ですか？開幕戦、僕多分健吾さんに挨拶して以来ですね。そうだね。はい。2月か、うん。試合の時以来ってことですね。そうですね。力出てくれてありがとう。こっち主催だからこれ、多分オンラインフロンパークだからさ。あ、そうなんですか。そうなんですか。もちろん鳥栖さんのサポーターの皆さんも多分見れると思うんですけど。はいはい、もうフロンターレがこうだからオンラインフロンパークっつって、はい、要はいつも等々力の外でやるやつがコロナの影響でできなくなったから、オンラインでいろいろそういう試合前に催しをしようっていう一環で始まって、はい、このいつの再開してからかで、アウェーの時はそういう、まあ、前鹿島の時は優とあと土井翔馬選手が対談して。はい、よく知ってるね。よく知ってるなと思って。いやもう大体把握しますから。それで力に多分白羽の矢が立って、この対談が実現しました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、2人はなんか、まあ、原川選手がフロンターレ在籍していた時、ことがあったっていうことで、まあ、チームメイト、かつてのだと思うんですけども、当時の印象を聞かせてもらえればなと思うんですけど。僕は確か東京戦、アジスタでやった東京戦が初めてスタメンで出た試合やったんですけど、うんうんうん、でその終わった後に健吾さんに、ああした方がいいよね、こうした方がいいよねっていうのを話してもらったり、そういうのが嬉しかったですね、僕は。もう緊張してたんで僕ずっと。あ、そうだね。リキはあれなんだよね、うちに移籍決まったんだけど、うん、リオ五輪の予選でずっといなかったんだよね。そうなんですよ、ちょっと合流とかも遅くて、そうキャンプ遅くて、はい、だから入りがちょっと難しかったんだよなって俺は覚えてるんだけど、うん、僕も終始緊張しました、僕は。毎日緊張感は持ってめっちゃやってたなっていうのは、だから当時、はい、まあ今も独特だけど、もう当時ももっと独特なところあったから、うちのサッカー自体が、はい、だから最初キャンプ入れれなかったのはちょっとやっぱマイナアドバンテージだったなっていう、ちょっとマイナスだったなっていうのはなんかもったいなかったな。能力はね、もう今鳥栖のプレー見ててもあるわけだから、なんかもっと活かせればよかったなっていうのはすごいありますけどね。あとなんかカップ戦とかもなんか23の代表と被って出れなくて全然、うんうん、それがちょっとあれでしたね、僕も難しかったですね。カップ戦でアピールできたらよかったんですけど、当時で言うとまだ原川選手だから、まあ、年齢的にも若いですよね。若いって言っても22、23ですよ。だからなおさらなんとなくこうチームに入るのも、はい、移籍ってなると最初緊張するのかなと思って。そう、めちゃくちゃ緊張してましたし、まあ僕性格的にスッて入れないんで、多分人と話すのとか、だからより毎日緊張してました本当に。だから今ちょっとこんなスムーズに話すんだ力って思ったもん。やっぱ当時緊張してたんだなって思うわ、今その笑顔も見ると。なんかもう当時はすごいもう、うん、難しそうな顔してやってたから。してましたもん。てか、うん、はい、毎日そんな感じでした。うん、なんかそうね、だからもったいなかった、ちょっと思うな今。ちょ
ちょっとじゃ あの中村選手から見てもあの大人になったなっていう感じがしますか。はい。かなりかなり。本当ですか。いや別に当時つなんだろうつなんだろうこうツンツンしてたわけじゃないんだけど、うんうん、多分入りがちょっと遅れちゃって、うん、要は多分二次キャンプとかもうゲームが始まる前ぐらい、一次キャンプと二次キャンプの間ぐらいでもう結構チームのベースできちゃった時ぐらいに入ってきちゃったから、はい、ちょっと本当にそれは難しかっただろうなって思うし、だからみんながこうなんかうちに最初に入ってきて感じることとかを1ヶ月後に感じながらやってたから、しかも1月に公式戦やって多分コンディションとかも結構難しかったと思うんですよね。こっちは立ち上げだったから、けどもう力たちとか、うん、まあ亮太とか奈々ちゃんなんかはコンディション良かったから、うん、そこはなんか難しそうだったなっていうのはすごくあるから、うん、なんかもっと引き出してあげればよかったって思う。ケンゴさんもうちょっと引き出してください。だからあれだよね。だってそんな会心もできなかったもんな。だってゲンゴさん緊張しましたもん。そう。はいしか言えなかったっす。いや、そうなんだよ。だリキこんな笑顔になるんだって思ったもんな、今。だからあれですよね。あの、原川選手からしてみたら、ツンツンしてるんじゃなくて、もうただただ緊張してたってことですよね。うん、その通りです、うん。それが分かってもらえてよかったですね。いや、分かってましたよ。分かってたからこそ、なんかもうちょっとうまく、こう、うん、その、緊張の殻をみんなで破ってあげればよかったなっていうのは、ありましたね。これちょっと、思ったのが、まあ、原川選手、あの、フロンターレ時代が背番号15じゃないですか。ロッカーとか隣だったわけではないんですか。いや、隣ですよ。あの、なんていうんですかね。角を挟んで。そう。はい。そこでこうちょっと交流とかはなかったんですか。喋れないですよ。やっぱ本当に喋れなかったんだ。はい。いや、あのなんかその言い方だと俺が喋らせない空気出してるんだけど。ないからね。これ言っとかないとこれ結構多分ダメージ俺が食らうやつだもん。別に話しにくいオーラを出してるわけじゃないってことだもんね。うん。っていう俺はそのつもりだったけど、多分リキは多分、まあ、ずっと終始緊張してたって言ってたから、多分そんな感じだったのかなっていうふうには思うかな。うん、まあ、けど、あと、リキは結構練習してたから、うん、その、してましたね、上がる時間が結構俺と違くて、はい。っていうのは、だからもう結構止めていけるとかずっとやってたもんね、リキね。なんか、そうですね。いろんな練習を。だ多分本人なりに多分、それをやんなきゃいけないっていうのは多分あったと思うんで、うん、すごい練習熱心だったっていう記憶はあります。全然試合出れてなかったんで。そうだよね。うん、ああやるしかなかったんですよね。うん、原川選手から見た、健吾選手の印象っていうのはどうだったんですか？いや、もう僕は、もう みんなの他の選手は結構健吾さんにグイグイ言ってるんですけど、達也とか僕同い年で。うん、達也とかもグイグイ言ってたんで、達也いけるんかと思いながら、うん、俺どうしよっかなみたいな感じでいてました。ああ、やっぱだからその緊張がなかなか解けないまんまだったってことなんですね。だから多分もっと試合に絡んで、うん、で入ってると多分もっと多分いろんな話ができたんだけど、なかなか出番がなかったから、うん、息も多分どう話していいか分かんなかったと思うし、はい、うん、だそこはだからもっとね、でやっぱ何回言うか分かんないけど。で、今のトスでの力のこのプレーぶりを見ると、なんか、フロンターレの時にそれを出してあげれたら、もっとフロンターレ、あれだったんだろうなっていう。俺、逆にこういうせっかくの機会なんで、原川選手から、こう、健吾選手にこう聞きたいことって、なんかありますか？これ、めちゃくちゃサッカーの質問でも大丈夫ですか？全然もういいと思います。せっかくなんで。いやもう。ケンコさん、はい、ボランチやってるときに、うん、マンツーマン気味で来られたら、どうすんのかなっていうか、もうある程度動かずに、他の選手にやらせんのか、こう、なんか明確に言えないと思うんですけど。うん、いや、まあけど、来られたら、はい。いろんな動きして、どこまでついてくるか試すの。ああ。だサイドに出たりとか前に行ったりとか、
でどっかで捨ててんだったら別の動きしたりとか、まあ、もちろん今力が言ったように止まることも多分わざと止まって他の選手にスペース空けるっていうこともするし、まあ、いろんなだから自分から動いて相手の出方を見るっていうのは、まあ、別にマンツーマンじゃなくてもいつもやってるから。だどこまでこう自分のポジションを崩して出てくるのかっていう相手のボランチの選手とかがね、これだから マンツーマンを利用するってことですよね、逆に。そうです。だからマンツーマンで来られたらむしろチャンスっていうか、うん、自分が受けれればあれですけど周りの選手も開くんで、あと誰があと俺にマンツーマンでついてくるかも見ますね、ちゃんと、うん、ボランチの選手だったら引っ張り出せばいいし、例えばトップ下の選手とかが出てくれば奥まで行っちゃ、あの相手の最終ラインの方まで行っちゃえばついてくればカウンターはできないしとかっていうのをもう四六時中考えてる。あ、リキどうしてんの？いや俺それなんか最近こうビルドアップの時にボランチがガッてきてて押し込んだらフォワードがついてくるのが多くて、うん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 、なんかこうボランチやってて動きすぎんのがあんまり良くない時とかあるじゃないですか。ああ、はい、ありますね。それをなんかこうどうしたらいいんやろうかな、いいんかなって感じで今聞きました、健吾さんに。相手が困ればいいんだよ。ああ、うん、相手が嫌だなって この動きされたら嫌だなっていうのを察知してそれをずっとやると相手嫌になってくる。だから押し込んだ時にフォワードがついてくるっていうじゃん、はあ、だもうついてこうさせたら勝ちじゃん、はあ、って思いながらやってる、はあ、だからカウンター、はあ、俺のとこまで来たらカウンター出ない、人がいなくなるからね俺についてきたら、うん、その時点でもう仕事したなって俺は思っちゃう。なんかボール触れないんですよね全然、そうなっちゃったら。うん、あ、それうちの選手もよく言ってるけど、触れなくても誰か触ってるから、まあ、そんな感じのスタンスでいるんですね。うん、俺はね、あの別にボール持って仕事するだけじゃないから、うんうん、はい、ボール持ってなくても仕事、まあ、それは別に意外と多分見てる人は評価してくんないけど、はい、まあ見る人が見れば分かるから、ね、まあ、ただ全く無関係な場所にいたらそれは評価されないけど、はい、要は常にプレーに関与して何かを狙ってる動きをしとけば、やっぱ相手は危険だからさ、マークするじゃん、うん、マークされたらもう仕事したと俺は思っちゃうんだけど、うん、まあ、フォワードとかだったらまた別だけど、中盤の選手はね、形変えながらいろいろ動けるから、ちょっと週末ちょっと やめてよそういうの使わないで。いや、お前健吾さん、健吾さん、もう健吾さんがボランチの後ろでうろうろするのが一番嫌なんですよ。ボランチトスってボランチ同士ぶつけてボール取りたいって感じなんですけど、うん、ボランチ出たら確実毎回後ろに健吾さんいるんですよ、うん、あれだけ本当にめんどくさいですいつも。もうそれさ、もうだから今話した通りそれが俺にとっては最高の褒め言葉だから、ね、だってそういうサッカーやってるの知ってるから、はい、で背中が気になったらもうボランチきついじゃん。きついっすよ、もう信じて前行けないじゃん、はい、そうするとさ、ちょっとでもさ、俺に聞い取られたらさ、うちのボランチ巻くから。はい、あ。もうそこしか見てない、なんなら俺。リキの背中しか見ない。やめてください。これちょっとあれじゃないですか、週末に向けて、若干こう、はい、お互い手の内を明かしてしまってるって。けど、これは多分、対、はい、サガントスだけじゃなくて、いろんなとこも俺はそういうイメージでやってるし、で多分リキもそのボランチ同士でガッていきたいのも多分それトスのサッカーだから、それが対いろんなとこで多分トスはそういうやり方をしてるんで、まあだから対策された上を行くのが、まあどっちもそのやんなきゃいけないことだから、これは別に多分特別なことじゃないから、駆け引きの一環です、これは。これだからあれですよね、原川選手としてはボールに触ってない場面が多いと、なんかこうちょっと仕事してないんじゃないかなっていう思いが若干あるってことですよね。仕事してないっていうか、そうですよ、うん、はい、なんかこう周りにやらせながら、うん、タイミング来たらこう常になんかやろうかなっていう感じなんですけど、あんまりやってて、うん、もちろん気持ちよくはプレーできないんで、うんうん、どうしてんのかなっていう聞きたかったですね。リキなんかはもうボール触ってリズム作りたいタイプだから、はい、余計多分そうなんだろう、ね、まあ、実際チャンス作る回数も多いし見てると。テンポ選手なんで、あれですか、ボール触らなくてもテンポっていうか出ます、テンポ出るっていうか、こう自分の
リズムに持っていきます。ああ、だから、ちょっと長く触れないなと思ったときは、落ちたりする。する。だから、その四六時中、触ってなくてもいいから、リズムが自分の中で切れそうだときは触りに行くから。だから力がだって触った方が絶対、トスにとってはいいから。俺はそれをさせたくないんだけど。ケン選手は、その若い頃から、その自分がボールに触らなくても、なんかその、ちょっと、立ち位置で動かすっていうか、そういう感覚はあったんですか？いや、若い頃はまだそんな考えてなかったですね。むしろ動きすぎたりとか、うん、がむしゃらにまだ若くて走れたんで、うん、っていうタイプでしたけど、だからどんどんそれが無駄がそぎ落とされていくというか、うん、洗練されていくってことですね。まあ結局、そうそう、相手ありきなんで、うん、だから相手を見るようになりましたね、だから。うん、自分本位じゃなくて相手を見た上で自分がやれるプレーを選択して、で結局それが相手にとって嫌なんで、うん、それをずっとやり通すみたいなイメージか。だから原川選手的にはこれからさらにそういう領域にこう到達していく可能性があるってことですよね。全然余裕であるんじゃないですか。だって27です。だって27なんで、俺まだそういう考えで半分もやってなかったもん。多分だからそのサッカーがそれ自体進歩してるわけじゃないですか。もうポジショナルプレーだとかさ、うん、ハイブレーンだとか、うん、ハーフスペーサーとかみんな言葉出てきてさ、みんなそれなりにこう理解は進んでるから、まあ、J リーグもそれは多分一緒だと思うんですけど、当時そんな言葉はないから、だから今の若い子たちだからすごい、うん、なんだろう、スムーズというか、そうす、無駄なくそういうのを教えてもらってる感じはするけど、逆にそれを教わってばっかりでなんかこう個性がちょっともっと出してほしいなっていうのはちょっと思うところがある。なんかチームのやり方ありきになってるところ結構多いんで、チームのやることはベースにあって、その上でそれぞれの個性を出していくと多分もっと良くなるし、まだ力なんかもだから個性も出てるから結局今突然出てるわけで、結果も残してるわけで、まあ、こっからだから可能性なんていくらでも広がりそうだけど。どうですか、原川選手はそう聞いて。でも僕はもう30後半とかだったらキャンプとか乗り越えれる気力があるか自信がないです。幸いにもだフロンターレがそんなに走り込むチームじゃなかったんで、はい、まあ君も知ってると思うけどそういうチームじゃないから、はい、これは多分寿命が伸びた要因の一つではあると思うな俺、うん、なるほどね。走り込みメインのチームだったり、うん、走ることがメインのチームだったら多分俺怪我どっかで知ってると思うし、もっと、うん、まず技術とボールのところ、まあもちろんハードワークはもうここ数年ずっとやってますけど、まあ、まずそのボールありきなところがあるから俺はこのチームで長くやってるし、寿命も長いかなっていう気はします。なんかこっちで事前にポジション2人とも違うこともあってちょっと ボランチ論についてこうちょっと語ってもらえたらなと思ってたんですけど、原川選手のこうおかげで一発目からすげえ濃いトークテーマ来たなと思って。これなかなかね聞けないし話さない、すごい深いなと思って、うん、だから めちゃくちゃいい質問だったってことですよね。ああ、良かったです、うん、めちゃくちゃ良かったと思う。良かったです。普通聞かん、公の場で聞かないからね。確かにそうっす。で俺も答える俺も俺だなって思ったけど、でもあれですよね、原川選手からしてみたら本当は在籍してる時に、はい、こういう話を本当は聞きたかったってことなんですよね。もちろんです。それができなかったから今こうね、はい、聞いてるっていう、まあ、今試合こう何年か出続けたから聞けるってこともあると思って、うんうん、それは言えてると思う。それは言えてると思う、うん、見えてくるものが全然違うから試合出ると。そうです、うん、そういう話聞くとなんかこういうなんていうの機会っていいですよね。いや、いいと思いますね、うん、ありがとうございます。ありがとうございますじゃないよ。これ逆に今度は健吾選手から、健吾選手はまあ、いわゆるワンクラブマンじゃないですか、うん、で他のチームのことって結局あんまり知らないじゃないですか。
はい、で実はなんか他のクラブってこういううちのクラブはこうなってるけど他のクラブってどうなのっていうので聞きたいことってないんですか？あだからリキーの場合は他を経験したことでうちの良さって何だったんだろうってフロンターレの良さって何だったのかなって思う。いやでも練習僕がいた時はスターメンってよりベンチメンバーの方がすごい変わってたんですよ毎試合。ああ。だからもうそこあそこまでこうメンバー入りするのが激しいチームなかったんで。ああなるほど。毎日勝負だったんで。それがやっぱり強さの要因って言ったらあれですけど、うまくなるなって感じします。あんな毎日ピリピリしながら練習してたら。そんなピリピリしてたっけ？いや僕だけですかね。なんかちょっと、はい、僕だけですかね。なんかいやなことないなことない。はい。緊張感はあるな。今もそうだけどそれ私。そうですよね。やっぱだからそれミスんのみたいなところあるもんね。だから変なミスするもん、ねうん。そうですよね。うん、だそこの基準の高さはそれはあの、はい、あの力だけじゃなくて他のチーム行った選手が後から聞くとそこは言ってくれてるところがある。いや高いですよ絶対。だからそれで良しとしないところはこのチーム空気であるから。ああいやだからそういうだ俺は他のチームのことは分からないから、うん、他のチームに行った人のフロンターレのが思うフロンターレの良さを聞いた方が、うんいいのかなってちょっとその台本をちらっと見たときにいやあのねあのこっちとしてはなんか若干あの緩い話を求めてたんですよ、うん、そうでだからあの、まあ、だから原川選手も他のチームでもプレーしてることもあって実はあのこれはフロンターレだけのルールでしたとかなんかそういうことってあったりとかするのかなと思ってルールまあ、ルールというかなんかその習慣というかでもそのルールで言ったらトスの方がルールめっちゃ多いと思う。あそうなの多い。あの差し支えなければあの表に出せるやつがあれいやなんかそのなんていうんですかねこう選手のただの気遣いとかなんですけど、うん、なんかもう洗濯物出すんやったらチャック閉めろとかあのジャージのおそういうのとかなんかそういうマネージャーとかがこう、まあ、そういうなんか気遣いっていうか、うん、ルールっていう、こう、なんか縛り付けられたもんじゃないですけど。ああ、なるほどね、はいちょっと。ちょっとしたね。ちょっとした、そういうの多いですね。5本指ソックスはちゃんと戻して出すとか、ね。そうです。そういうの多いです。選択する側の人がいるから、それを考えて行動しろと。あまあ、それはうちもそうだけど。確かに、だからでもそういう思いやりって大事っすよね。そもそも日本人だからそんなになんかガチガチにしなくてもみんな時間守るし、うん、ちゃんときちんと動くしみたいなところはあるよね、うんうんうん、そういうところがトスは結構なんていうんですか相手のことを考えてっていうこう暗黙のルールじゃないですけど気遣いみたいなのがいろんなところにあるってことですね。いろんなところありますねってここ来て思いました。でも、まあ、共通するところはフロンターレもあるってことでしょ、そういうのは。あもちろんあの、うん、自分たちの何かを誰かがやってくれてることを想像して動けっていうのは、うんまあ、言われてますけどね、うん。全然普通にいい話じゃん。ゆるい話じゃなんないじゃん。いや、それはしょうがないじゃん。いい話でいいじゃない、まあ、いいんですけど、なんかほらオンラインフロンパークってなんかちょっとこうなんていうの試合前にこうほのぼのしてもらうあれなのかなって勝手に思ってたから。いやいやいや、そんなことない。ほのぼのしつつこう、うん、普段切り込めない切り口で話ができてるからそれはそれでこの回はありなんじゃないかしら、うん、確かに確かに。ユウと土井くんがどんな話したか俺知らないからあその時もあの濃かったです、はい。あうん、だ結局選手同士だからそうね、うん、そうなっちゃいますよ、うんうん、それぞれお互いのチームに対してどういう印象を持っていますか。原川選手からいきましょうか、はい、フロンターレに。多分他のチーム全員がフロンターレを、はい食ってやろうとしてる中で、うん、ずっと勝ち続けるってもう
すごいことだと思いますし、相当難しいことだと思うんで、うん、まあ、だからその上を行って食ってやりたいですね、うん、だから開幕戦で上から俺は見てて、うん、まあ、キム監督になって、うん、その前年から多分なったと思うんですけど、うん、まあ、ボールしっかり大事にしながら、うん、まあ、4-3-3、まあ、今4-4に近い形でやってますけど、うん、まあ、多分4-3-3がベースで、うん、まあ、しっかりボール保持しながらで、相手ボールになった時に前から積極的にプレスをかけていくっていうで、そこを入れたらしっかり守るっていうのが、まあ、だから両方、まあ、ボールポゼッションもそうだし、カウンターもそうだし、プレッシングもまあ、前から行くのも後ろもっていう、こう多分全部やりたいんだろうなっていうのはすごい開幕戦で感じました、ね、で最終的には 0-0 でしたけど、まあ、チャンスもピンチもお互いありましたし、唯一勝ってないのがトスだけなんで、そこはみんなモチベーション高いですね、やっぱり。やめてくださいよ。いやなんでだってそっちだって食ってやろうって言ってたから、それはこっちでね、やっぱ勝ちたいっていう気持ちはもちろんありますから、記録もありますし。確かに、でもあれですよね、鳥栖側からしたら、あの勝てば今季唯一こう負けてないチームになるんですよね、フロンターレに。そうですね、うん、そうですね、それだけは絶対に阻止だ。いや、もう優勝したからいいんじゃないですかね。いや、やったことはないよ。それでよしとしてはいけないからね。これはただ、2人とも、なんですか、直接対決で覚えてる試合とか、印象に残ってる試合ってありますか？力と？いや、まあ、フロンターレ対サガン鳥栖っていう試合で。はい。俺、結構前だけど、うん、なんかね、2013年に開幕して早々にアウェイで5対4っていう試合をやった記憶があるの、うん、あれはすごい衝撃的でしたね。かなり打ち合った試合があったってことね。かなりもういいとこでしょ、5対4で。だって、うん、なかなかないよね。だ当時トスも別にそのもう守りしっかりしてっていうところだったんで、うん、5点も取られると思わなかったし、でそこから4点取るうちもすごいなと思ったし、っていう記憶はあります。原川選手が覚えてるこうフロンターレとサガン鳥栖のその試合ってありますか？でも毎回トドロキでやってる試合引き分けが多いと思うんですよ、うんうん、確かに。そうこっちのホームでも多分1回も勝った記憶ないんで、うんうん、ちょっと勝ちたいです、そろそろ。確かにそのイメージは取材してるこっち側も持ってます。引き分け多いですよね。うん、多い。とどろきがいつもなんかあのイメージある、うん、っていうことでは、なんかその今回はホームで勝ちたいってことですよね。勝ちたいですね、うん、でまあちょっとあと、そうなんですか、あの駅前不動産スタジアムについての中村選手のこう印象も聞きたいなと思うんですけど。はい、だ俺一番最初に行ったのが18年前なんですよ。だ J2 の1年目、うん、2003年、うん、だから今と変わってないんですよね、だから、うん、あ、そうなんですか。鳥栖のスタジアム自体が今と一緒、うん、だから18年何も変わらないのは逆にすごいなっていうのは、まあ多分多少こう微調整されたものはあるとは思うんですけど、うん、そのベースみたいなのは変わらないから、うん、なんかすごくなんか、うん、いいスタジアムだなっていうのは。まあお互いこう、まあ、直接対決するわけで、試合への意気込みを聞かせていただければと思います。僕からでいいですか？はい、そうです。やっぱどのチームもフロンターレに勝ちたいと思って今シーズンは特にやってると思いますし、それを達成できるようにまた 2,3 日あるんで、いい準備をしてしっかり結果を残したいです。健吾選手からも。いや、もう間違いなく簡単な試合にはならないと思ってるんで、もう向こうのペースになる時もあるし、多分こっちのペースになるって、そういう試合になると思うんで、まあ、とにかく自分たちがここまでやって何で勝ってきたかっていうところをしっかり示せるようなゲームをして、まあ、アウェイですけど勝ち切って帰ってきたいなっていうふうには、はい、思います。やっぱりそういう強い気持ちっていうのはもうどのチームからも感じます、うん、
それこそ力が今言ってるように、食ってやろうっていう気持ちでどこもやってくるんで、そこを上回ってやっぱり成長してきたんで、まあやっぱり最後もしっかりそういうふうに上回って、自分たちが成長する試合にしたいなっていう。まあ、個人的には、多分トスに行くの最後になると思うんで、選手としては。楽しみにします。うん、じゃあこれ、最後に、トークショーを記念して、スクショタイムっていうのをこう、毎回設けてるんですけど、ちょっとじゃあ、スクショタイムを設けたいと思いますんで、この画面をこう、見てくれた方が、スクリーンショット撮ってこう拡散してもらうためっていうのがあって、はい、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。スクショタイムスタート何そのはいなで、なんかちょっと違うポーズもお願いしていいですか。なんかちょっとポーズを、はい、ポーズ変えてもらう、はい、ポーズ、わあ、天吾さんいいっすね。それじゃ俺もそれでいきます。はい。いやダメだ。いや、はい、OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ最後にそれぞれこうサポーターに向けてメッセージいただければなと思います。今年あんまりホームで勝ててないんで、残り試合数も少なくなってきましたし。ホームでしっかり勝って、あとホーム2試合ありますけど、ホーム2試合しっかり勝ち切って終わりたいと思います。いや、原川選手、フロンターレのサポーターに対してもこうメッセージがあればお願いします。いや、まああんまりそうですね、試合にフロンターレいるとき出てなかったんで、まあこう4年経ちますけど、4年間で自分がどう成長したかっていうのを見せれるような試合にしたいです。健吾選手、はい、両チームのサポーターについてメッセージいただけると嬉しいなと、はい、まあ、引退発表はどのスタジアムでもこう、ね、アウェーのサポーターにもこう感謝というか拍手もらってるじゃないですか。でそれも含めてフロンターレのサポーターとサガン鳥栖のサポーターにもメッセージをいただけたらと思います。いや、もうまあ僕自身もずっとまあ J リーグにお世話になって、鳥栖のね、スタジアムも何回も行ってますし、まあ本当に楽しみに、対戦を楽しみにするスタジアムの一つでもあったと思うので、また週末皆さんにお会いできることは楽しみにしてますし、まあ結果勝敗は云々として、また皆さんに挨拶できればいいかなというふうには思ってますし、まあそれは自分なりにやっぱり感謝の気持ちを伝えたいというところはアウェーに関してはあるので、まあ、そこはブーイングをなさらずに温かい拍手で迎えていただければなと思います。最後、フロンターレのサポーターにはメッセージ。フロンターレのサポーター、はい、まあこういうねコロナの状況で非常に難しいシーズン続いてましたけど、アウェーは残り、まあ、トス含めて1試合になるので、まあ、あとは飛行機移動は多分これが最後になると思うので、もしリーグ戦に関しては、まあ、本当にくれぐれも皆さん体調には気をつけて、まず鳥栖に無事に来ていただきたいなっていうのと、まあ鳥栖で一緒に勝ち点差を目指して、まあ、いつも通り戦ってほしいなというふうに思います。ありがとうございます。お二人ともありがとうございました。はい、ありがとうございます。また鳥栖で配信をご覧いただいた両チームのサポーターの皆さん、トークショーはいかがでしたでしょうか。注目の急に叩くで、注目の試合はこの後14時キックオフなので、サポーターの皆さんはダゾーンから声援を送りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。リキ、またね。はい、お疲れでした。ありがとうございました。